はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。ぶちです。兄貴です。ぶちです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、みんな、はい、応募は終わったかい？お、あれの？そう。あれと、あれの、応募は終わったかい？あれね。はい。二つ、応募するものが、あったかと思いますけども。ね、兄貴、じゃあ一つ目を、教えなって。何やったっけ？思考停止中何やったっけあれこういう時に兄貴が一番困っとるのよあとや視聴者さんたちにとって大事なおいねっねねよしさん教えてってくださいよ兄貴ずにまず一つは、はい、星のドラゴンケースよねそう、はい、星ドラはいの、うん星ドラブオーディションというものがね、うん、お今2019年の現在ですね、行われております、で見るタイミングによっては2月3日まで神奈川だったんで、あの応募の締め切りがもうね、あの見るタイミングによってはもう終わってしまってるかもしれないですけども、あの最新で見てる方多分ね、大丈夫今ならはいねてかでもなんか生放送で発表されてからもすぐすごい反響あったらしいすごいたくさん応募してるらしいですよ、うん、で今回あの、はい、そう僕らに、うん、僕らというかその星ドラブのみんなに会えるよ、とか、そういうレベルじゃなくて、星ドラブに君がなるんだっていう、ね、おそうだよねそういうオーディションなので、本当リアルイベントがどうこうとかいう、はいはいはいリアルイベントの時にステージに立つ側になるっていうあ、ステージに立つ側なんだね、はい、もう生放送も一緒にそう出る側、見る側ではなく出る側え、じゃあもう何画面に映っちゃう映っちゃ う, もう、それはもう全部見えちゃうもう両つべはデビューやんじゃんもうそうですね、YouTuber デビューえ、すごいなもちろん夢があるな声だけの参加っていう応募の方もあるんで、出方はいろいろですけども、本人が出たいならば、そうやって、そういう出方もできるみたいな。あ、そうなんだ。すげえ夢のある企画だね。結構ね、思い切った企画だと思うので、そうだね。興味ある方はね、ぜひ、どうぞ。はい。で、もう一個、はい。ね、応募といえば、兄貴、おしだってもう一個。もう、いいっすか？2月24日の、2月24日、あれだな、あれしかない、皆さん、なんやそれ、卑怯じゃなかった、今の、卑怯ですよね、いや、もうこれしか僕には逃げ道ないです、なるほど、2月24日の、はい、2月24日は何だっけ、ゆうさん、あれ、2月24日、2月24日は、はい、ゲーマーパーティー。うんウームゲーマーパーティーっていう、ユーフェスでもない、なんていうんですか、ゲーム実況者に特化した、その、ファンミーティングみたいなのが、2月24日にありまして、もうすでに抽選がね、抽選の応募が始まっておりますので、なるほど。ぜひ、ぜひ、ね、僕らに、それは会いたいっていう。おー、そうだね。はい。ユーフェスみたいなことで。結構、出る人が多いんですけど、20人ぐらい出るのかな。あ、そうなの？ゲーム実況者が。まだ誰が出るかはまだ言えない。いや、もう、ラインナップはもう出てるんで。なるほど、なるほど。また、ググっていただければはいググっていただければね出ますはいで、ちなみにですね、そちら、そう定員が何で600人とか700人東京の渋谷かなんか新宿かなであるんですけども、そちらかなり狭き門ですのでねああ倍率がかなり高いってことだよねはい、うん、狭き門なのでそっかとりあえず、まずは応募して、当選したらね、ぜひ、てくださいはいっていうね、ゴリゴリの告知をした後、もうサクッと倒してね。そうだね。まあ、ミサは、もうおまけみたいなもん。倒すのはだってもうすぐ、やっちゃうだろうから、このぐらいのね、告知を。そうそうそう、間に挟まんと尺が足りんだよ。本当に。今日の分の尺が足りんだよ。正直。全然足らんよ。いい仕事したでしょ。そうだね。そうですね。素晴らしい。いいぞ、何も答えてくれない。ボカーンとしました。ボカーンと。あかんやろ。寝耳に水みたいな。なるほどね。そう。なんか、ウームもね、ゲーム実況者だけの。すげえ楽しそうだよね。まあ、ゲームに特化したのすごい面白そうじゃんね。そうですね。しかもなんか、その場で、ゲーム実況者たち、ゲームしないらしいんですよね。え、どういうこと？あえ
って、うん、なんか違う何かを試みがあるらしいので。あ、そうなの。ちょっと内容はまだ言えないらしいですけど。なるほど。へー、なるほどね。ゲームじゃなくて。ゲームしない？え、な、じゃあ何すんの？すごいね。はい。またなかなかこうあれだね、こうお題としては厳しめの。はい。面白そう。まあ僕らはちょっと不安でもあります。そうだね。楽しみであり、そして不安でもあるよ。はい。あと行くよ。はいはいはい。何してんの？あ、牛乳をね。ちょっと。何？牛乳をね。牛乳ここになんかいくつかあるよ。あ、了解です。こんな貧弱なもの。ね。いつ持ってこう。軟弱。自分が。おこらかくら。よし。オッケー。もう入ってる。よし。うわ、近いなこれ。近いな。一旦下がった方がいい。そうですね、爆発そうか後に突撃するみたいな。ね、もう来る、もう来る。ワン、おい、ツーの、スリー。おー、ナイス。あ、ちょっと待って。ちょっと、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、ちょっと、爆発。あ、来るよ。爆発は？ちょっと、とりあえず力のポーションもう飲んどこう。はい、飲んどこうね。おっしゃおっしゃお全然大丈夫。あ、大丈夫だ。全然大丈夫。ほら、何や、確かに。あ、ちょっと壊す。大したことないやないか。わぁ、めっちゃ止まるんだ。待って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 。でもいける、でもいける。でもいけるんです。これ、あ、でも倒せる、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 倒せる。おいっほい倒す、倒した、倒した、倒した。え、もう倒したの？あっぶねぇ。どうや、尺短いやろ。ちょっと待って、1分経ってねえぞ、これ。もうちょっとあかんとかさ、カン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 、やべえやべえとかやりたかったや。やりたかったですよね。あ、でもヨシさん持ってるんですか？あ、何持ってる？僕は持ってました。おー、デザスター。やったー。すね、これ。あざす。いや、これでもやったな。いやー嬉しい。うん、でもここ結構壊れたね。そうですね、結構。ちょっと待って、ここ急に壊れたんだよね。ねえ、なんでやろ。なんでかしゃん。最初の爆発は全然だったんですけどね。ねえ、途中なんか集中的にバラッて壊されたんだよ。ほんとだね。いやー、これはちょっと改善点まだまだありますね。そうだね。そうね、改善した方がいいかも。高さは逆に良かったな。そう、高さはもう完璧だね。下はもうやっぱ壊されない、全然。ほんとだね。下全然大丈夫だわ。下壊されること一マスだけでしょ。そういうことだよね。そうね。うんうん。え、上なんて。上も、上もほとんど大丈夫。あ、そうか、2行かれたか。でもほんと1か。あ、1やな。1だけでしょ。1か。もともと1空間空いてるからね。そうね。そう考えると、上下に関しては1マスしか削られてないから。意外と横、角がね。あいつ角に、そうだね、隅っこにバッと寄って、そこでバンバンバンって何回か爆発して、そこで壊れてたもんね。そう、これすげえ削ってたな。これ危なかったね。めっちゃ危なかった。あかんと思ったもんね、一瞬。そう、でも行った先はやっぱブロックなんだよね。そうだね、確かに。これが強い。そう、そうなんや。思った通りやわ。あ、でもこのギリギリのマスで大丈夫なんだね。そうっすね。ずっとテレポーテーションはしなかった。あ、そうっすね。なんかいつぞや寝そべった形でやったもんで。あー、そうか。その時あれ、ほんと何だったの。今回は今回で、あの尺が地獄。地獄やね。尺がやばいね。うん、じゃあちょっとビコンでも。あ、そうね、作りましょうか。そうだね、そうしよう、そうしよう。色が違うかもしれんね、また。色が違う。色がね、違うやつがね。色と趣がやっぱ、うん。おこらかくら。これがこうしてこうだもんね。うん、こうなってこうなってこうか。お、いきますよ。はい、よいしょー。いいね。あ、そっか、上が抜けてねえと発射されるかな。あ、そういうことか。明日じゃあちょっと魚調べるときにこれ使えますか。あ、そうだね。ポン抜ければ。そうだね。そうでしょ。うん、明日の検証にこいつは持っていこう。なるほど。ビーコンの上にビーコン乗っけたらどうなの。え、わかんないです。へぇ、そんなバカなことやったことないないですね。ヘッカリが発生しないだけっていう感じですね。はい。で、ちなみにですね、今年はあのまた星空絡みのイベントも結構あの各地方行くかもしれないので。あ、マジか。この放送の時にはあのどの地域が担当とかまだちょっと分かんないんですけども、まあいろんな地域行きますので、ぜひね、星空遊んだ状態で一緒にマルチとかね。あ、いいね。より楽しいと思いますし、はい、今度から星空ギガチーム、星空部ギガチームという、おお、なんかね、ゴリゴリに強いチームができるみたいですので、お店筆頭の、はい、なので、もちろんね、あの今これ画面はマインクラフトですので、マインクラももちろん見てほしいんですけども、手持ちでね、遊ぶゲームはあの星空、遊んでいただけると
うん、今後そのイベントの時とかにあのご自身も楽しめると思いますので、そうだね、めちゃくちゃ面白い、はい、やってみるとね、はい、うん、ぜひぜひ遊んでみてください。お願いします。お願いします。それでは、うん、アミキーズの大喜利、大喜利、え、コメントじゃなくてコメントがよかった、コメントの、はい、コメントで今日はアミキーズの面白爆笑エピソード、はい、コメントがいい、コメントの方がいいですねそっか、じゃあコメントどうぞ。はい、カズさんファンから、カズさんファンさんか、うん、チェスト整理よろしくお願いしますと。なるほど、シンプル気になる、やっぱあー、いや気になるでしょうね。そう、ちょくちょく来ますからね、タネですもんね。そうか、昔はなモッドあったらヒュッと一瞬でな、うん、できたんだけどな、はいはいはい、中身もね結構乱雑にね入ったりする。あ、そうか、まあ言うても倉庫がねえもんな。そうかな、うん、倉庫がもう倉庫みたいなもんね。ほんとそうね、感覚でやってますみたいな。そうだね、でも大体なんでか知らんけどどこにどこ何々あるって大体わかるよね。大体わかる、大体そうこれはね、散らかっとんじゃなくてこういう風に整然ともう整理されたんですよ、うん、こういう芸術っていう感覚もあるんやけどまあでもゴミ屋敷の親父がこれ使うんだよこれ使うんだよ、いるんだよ、これ売り物だよ、これ売り物っていうね。まあまあでもそうだね、整理をちょっとしてきたらいいかな。そうですね、綺麗にはね、していこうか。そうや、はい、視聴者さんが見て気持ちいい、うん、はい、そんなチャンネル運営を2019年から、うん、目指したり目指さなかったりしますので目指さない、お願いします。お願いします。それではウィザー倒せてよかったな、あ、ウィザー倒せてよかったな、ウィザー倒せてよかったな、エリアコーラバイバーイ。ここからアニキーズラップが、え、ウィザー倒せてよかったなラップが、なるほど、伝説のラップが、ヘイヘイヨー、ヘイウィザーヨー、ヘイヘイあれ前のなんか生放送の時のようなキレが全然ねえよ。キレはない。ねえ。ウィザー、ウィザーはちょっと僕の分野じゃなかったかな。嘘俺はマジで、あの年末のさ、なんか星5の数はもちろん2019個って。あのくだりはすげえ良かったよ。あれはもう舞い降りてきた。あれは舞い降りとったよ。ラウンドイボフリー。インが大事やでね。そうっすね。うん、ちょっと勉強してしやがったこれ。そうか。はい。そうっす。なんか、締めっぽくなっちゃったな。また明日から明るくやっていこう。バイバーイ。